西武、誰を取る？国内 FA 権を行使していた山川穂高のソフトバンク入りが大筋合意に達していることが分かった。球界を代表するスラッガーであることに加えて、不祥事を起こしたことからも移籍先は特に注目されていた山川。当初の予想通りソフトバンクを選ぶ形となった。FA 移籍は FA 権を取得した選手の移籍だけではなく、人的保障による移籍も注目される。選手層の厚いソフトバンクはプロテクト外になる選手も優れた選手ばかりと見られ、西武がどの選手を獲得するのか、その注目度は高い。まず予想されるのがリチャードだろう。山川という長距離砲を手放したことにより、同じく長距離砲獲得に動くことは定石。リチャードは2020から2023年でウエスタンリーグの4年連続本塁打王を記録しているが、一軍では思うような結果を残せていない。仮にプロテクトを外れれば、西武も前向きに獲得を検討することは濃厚だ。リチャードと同様の理由から野村大輝の獲得も考えられる。身長こそ171センチと小柄ではあるが、パンチ力を秘めている23歳のスラッガー。今シーズンはプロ入り初本塁打をマークしており、今後の成長が期待できる。また、今シーズンは2軍で打率、3割1分4厘をマークするなど率を残すこともでき、リチャードとはまた違う魅力を持つ打者だ。とはいえ、高橋光成や平海馬などエース格がメジャー移籍を希望していることもあり、先発投手の補強も進めなければいけない。そのため、武田翔太を指名する可能性も低くない。2015年、2016年に2桁勝利を挙げるなどソフトバンクのエースとして君臨していた武田。近年は登板機会は減っており、プロテクトから外れるかもしれない。それでも、能力も実績も十分であり、どの球団に入ってもローテーションの一角を任せられるだろう。誰を獲得しても西武の大きな戦力になることは間違いない。山川の移籍に伴い、西武がどのような選択をするのかも多くの注目を集めそうだ。西武ファンは嬉しいだろうね。恥を知る者なら金銭にするだろうけど。山川の友達みたいなやつ取らんやろ。縁起悪い。西武も、恐怖要塞権がなくなり、ほっとしてるのだろうね。とりあえずリチャードはいらん間違いなく。人的保障が絶望的なセンスのライオンズだからな。もしかしたら、中村、リチャードが外れる、かな？和田、中村明。つもり、田浦、大津あたり誰か、プロテクト外れないかな。誰が選ばれようと、山川以上の選手はおらんで。ほんま。将来の強打者取りに行くなら、リチャードか野村あたりだろうな。人的でロマンはやめてほしい。リチャードはない。ホークスの人的保障は、投手陣を選ぶかと思う。これで人的保障できた選手が1年で戦力外になろうもんならまた山川に非難が。絶対野手でしょう。リチャード、ダブル野村、正木、柳町、渡辺陸、あたりかな。個人的には、尾形が漏れてたら獲得してほしい。和田取ろう、和田。若手ならいいね、笹川でよい。高額年俸はプロテクトから外すとかいうふざけたことやってきたら、近藤でもギータでも取ってやろうぜ。これにてソフトバンク、ガシンマン打線完成。